今回は治療に結びつける動作分析の中から歩行時の逸脱運動とその原因についてご紹介したいと思います。で、まあ、今回ご紹介する逸脱運動とその原因なんですけど、まあ、こちらですね、まあ、膝関節の過度な屈曲についてご紹介したいと思います。で、まあ、この膝関節の過度な屈曲の原因なんですけど、まあ、代表的なものがこちらの4項目になります。で、まあ、こちら上側の方は、まあ、時期としてはローディングレスポンスからミッドスタンス、まあ、要するにこの時期ですね、まあ、立脚中期のこの時期の原因としては、まあ、こちら、まあ、膝関節の疼痛があります。で、まあ、この膝関節の疼痛なんですけど、まあ、やはりこの立脚中期に一番荷重が加わるということで、まあ、疼痛が一番強くなる時期ということになります。まあ、ですので、まあ、ここで踏ん張りが効かずに、まあ、要するに膝が痛くて踏ん張れずに膝折れを生じてしまうということになります。まあ、それが表現方法としてこちら、まあ、過度な屈曲ということになります。で、まあ、こちら2つ目が反対側の下肢長が短い場合なんですけど、まあ、要するにこの立脚期において、まあ、反対側の下肢が短いということで、まあ、無意識にこの骨盤や体幹のバランスですね、まあ、それを取ろうとしてこちらの長い方の立脚期の下肢ですね、まあ、それの膝を屈曲することで、まあ、こう水平にバランスを取ろうとするということになります。まあ、次にこちらターミナルスイングでの原因なんですけど、まあ、1つ目が大腿四頭筋の筋力低下になります。まあ、ターミナルスイングはまあこちらになるんですけど、まあ、要するに誘脚後期ですね、まあ、この時にまあしっかりとまあ膝を伸ばしてまあステップを踏む後半の部分になるんですけど、まあ、この大腿四頭筋の筋力低下によってこう膝を伸びきらずにまあ多少こう曲がったような状態で足を出してしまうということになります。で、まあ、逆にまあこちらハムストリングスの過緊張なんですが、まあ、ハムストリングスというのはこの大腿の後面の筋肉のことを指します。で、まあ、こちらの筋肉が過剰に収縮すると、まあ、結局のところ膝関節を屈曲するように働きますので、まあ、このステップの後半でハムストリングスが過緊張していると、まあ、膝が伸びきらずに曲がってしまうということになります。はい、今回は以上になります。